はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでですね、本日もちょっとねやっていこうかなと思うんですけども、皆さんね、この地図を見たことありますでしょうか。はい、これですね、2055年ぐらいのですね、まあ、未来の地図、予測地図みたいなね感じでこう、まあ、インターネット上にアップロードされているものなんですけども、日本がですね、ほぼ真ん中が日本領になっていて、まあ、そのサイドをですね、ロシア領と中国領がね、にこう占領されて、まあ、日本が日本じゃなくなっているっていうね、まあ、そういう地図なんですけれども、まあ、これがですね、まあ、いろんな、ね、都市伝説界隈、これ結構前の話なんでね、だいぶ数年前の話なんでね、囁かれてた内容なんですけども、これって本当に起こりうるのかというね、いろんな疑問があると思うんですよ。実際にですね、本当にね、中国はですね、まあ、日本をこのようにしたいっていうね、その願望はあるわけですよ。でね、ちょっとごめんなさい、ここになんか書いてあって、よいしょ、これね消していくんですけど、本当にそういうことが起こりうるのかっていう、まあ、結論から言うとですね、可能性っていうのはいくらでもあります。そういうふうになってくる可能性っていうのはいくらでもある。でもそんなようなことは起こらないんですよっていうね、お話をしていきたいと思います。でなぜかというね、お話なんですけども、それをですね、お話ししていく前に、まずね、皆さんね、この国って何ぞやと。例えばね、山田家っていうね家があって、ここからこの両親から生まれた子供がいます。この子供は何をもって山田家なのかというと、まあ、これは答えは簡単です。血ですよね。血がこの山田家であるっていうことを証明する鍵となってるんですね。じゃあ例えばこっちに一方で、例えば小林家があります。山田家の血として生まれた子供を生まれて間もなくすぐにこっちに持ってって、こっちで育てられた、育てる、したらこの子はどうなるかと。血は山田家なんだけれども、小林家として生きていくということになりますね。血は山田家だけど、もうね、自分は小林家で生まれてきたから小林家として生きていくんだというようなことになってくるわけです。これがですね、いわゆる個人のね、その人間の何て言うんですか、血筋としてのね、いわゆる流れというんですけども、じゃあこれはですね、まあ一般個人のね、人間に当てはまるものですけども、じゃあ今度国とごめんなさい国となったらこれどうなるのかと、何をもって国って言ってるのかっていう、何をもってね国と言ったのか、果たしてそれって血なのか国土なのかっていうね、まあ、いろんな問題がこうあるわけですよ。このね、国って何かっていうと、まあ、僕ね、骨玉学っていうものをベースにお話し してるね人間なんですけども、これ初めて見たという方にね、国って何なのかっていうお話をすると、組んで似せる、こことここ組んで似せること、国と言います。何に組んで似せたのかと、これがですね、イコール日本語ということになるんですね。
僕はですね、言霊学を用いるのに古事記っていうものをですね、ベースにお話しするんですけども、日本書紀の方ですね。日本書紀、このね、日本書紀の方にイザナギとイザナミがですね、あの雨のぬぼくを使ってね、こうかき回す時にですね、おのごろ島っていう島を生んでですね、その時にですね、こうやって言うんですよ。よきかな国のありけることっていうふうに乗るんですね。よきかな国のありけること。よきかな国のありけること。よきかな。よきかなっていうのはですね、良い響きのこのかなっていうのは、神の名、かな、カタカナ、ひらがなのかなですね。これね、ここから来てるんですね。神の名前としてかなというふうに言うんですよ。で、この良い神の名前、かなによって国ができた。組んで似せた。良いかなによって組んで似せた。で、それがですね、あることによって、この日本が生まれてきたんですよと。で、最初に小野頃島ってものを生んだとあるんですけども、己の、これはですね、小野頃島っていうのは小野頃、これは小野頃島ね、これはですね己の心の島っていうのは締まり、締めてまとめる、己の心を締めてまとめることによって僕らは言語を発します。日本語というね、言語、それによって己の心から出てきたですね、言葉によって組んで似せた社会を作っていこうということによって、この国というものの概念が生まれたわけです。つまりここはですね、さっきの家のように地ではないんですね。この日本というのが生まれたっていうのは、これをですね、そのままじゃあ応用していくとどうなるかっていうと、この例えばちょっとすごい適当に書くけど、ここ北海道ね、北海道でここにあのこうあって、まあ、日本っていうのがこうあるじゃないですか、日本がね。で、今はこっちがこう中国領で、こっちがあのロシア領だみたいなね、さっき画像を見せましたけども、じゃあこの日本って呼んでる、僕らが認識してるこの範囲っていうのは、何をもってこれをこう範囲としたのかっていう、言うと、この国として組んで似せた日本語がここの間に反映してますよと。だからここに住んでる人も、ここに住んでる人も、北海道のこの辺に住んでる人もですね、日本語が通用するよということの、その県内を日本としているわけです。それがですね、いわゆる先ほど見せたね、写真のようにロシアでも、ね、中国でも、ね、こっちに来て、ここは俺たちの、ね、統治する領にするんだと。 こっちが、ね、ロシアで、こっちが中国 で本当の日本領はここだけだみたいな、ね、感じに、写真上ではね、あの画像上ではそうなってるんですけども、じゃあこれが起こることはどういうことかって言ったら、ここに住んでる人たちがですね、みんな中国語になる。中国語、逆にこっから上に住んでる人はみんなロシア語になっているという世界が、この地図が完成される時なんですね。それってありえますかっていう、ありえないんですよ。まあすごく、だからあの可能性はありえるよっていうお話ししたのは、何でかっていうと、まあ日本人って今減少してるじゃないですか、子供がどん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 少なくなってきてる。で、まあ、極端な話ですけども、この日本列島から日本人が1000人しかもう残りいないよっていうふうになったら、この1000人はこの日本語が共通する言語として国を作っていくっていうことは、まあ一個に集合するわけですよ。1000人がバラバラになるっていうよりも、こうやって日本語の通じる人たちでこう集まるじゃないですか。だからこういうちっちゃいところに行って、それ以外が違う言語になるっていうことになるとありえるんですけども、じゃあ実際にこれが現実として起こりうるのかっていうお話なんですね。したらこれは起こらないんです。
なぜならこの日本語っていうのは五十音図から成り立っていて、五十音図でね、この五十音図っていうのはこっちからあいうえお、これをですね母音って言います。母の音、まあ母音っていうふうに習ったと思うんですけども、正確には母音と音なんですね。これは音で、反対側にわびうえおと、わびうえおってやって、こっちが母音に対してこっちが反母音というんですね。反母音で、ここのいの段にですね心音という親の音、心音というものがあるんですね。心音というものがあって、これは何かっていうとローマ字で言うと TK とか M とか H とかね、これここの心音の部分を母音にくっつけることによって、例えば T という心音に対して母音をですね、母音の A をくっつける。そうするとここに他という子音が出てきます。いわゆるこれとこれを結ぶことによって、ここにはですね子音というものが生まれるんですね。こういうふうに言語体系がなっているということは、こっちをですね主として、こっちが客、まあ精神の話っていうかねで言うと、こっちが心の世界で、こっち側が物質の世界っていうものを明確に結んで出てきて子供を産んでいくっていう構成をとってるんです、この言語っていうのは。だから昔の人たちはですね、この言霊の先わうって、言霊の先わうっていうのはですね、言葉が先わっていく、先わっていくっていうことはですね、いろいろな文化が豊穣していくよということなんですけども、なんで文化が豊穣するのかっていうと、ちょっと待ってくださいね。なんで文化がね豊穣していくのかっていうと、日本っていうのはそうやってですね母音と反母音を結んでいく中で子音を作るために、あらゆるものを吸収して統合するっていう言語体系を持ってるんですね。言語がですね、僕ら例えば日本書紀とか見ててもそうですけども、全部こう漢字で書いてあって、漢字にですねルビが振ってあるんですよ、読めるようにね。でもさらに昔はですね、これの逆があって、日本語に対して漢字のルビがあったっていうことなんですね。どういうことかっていうと、例えばまあ何でもいいですけどもね、ね、日本の日という字ですね、これにもですね訓読みと音読みがあります。なんで訓読みと音読みに対応したのかというと、先ほど言った母音と反母音という心と物質っていう2つに分けた時に、世間から中国大陸の方から漢文として入ってきた文字っていうのは外側の音なんですね。日本の心の音ではないんですよ。それに対応してですね、訓読みの方を心を読むというねことにして、音読みの方を音を読むっていうことに対応して、訓読みと音読みっていうことに対応したんですよ。ですから日本語っていうのはカタカナにも対応できるし、ひらがなにも対応できるし、漢字にも対応できるし、英語もカタカナに変換して対応できるしって言って、全てのですね外側の言語をですね吸収して、それを日本語にですね変換してこう統合するっていう力を持ってるんですね。これがね日本語の持っている良きかな国のありけること、言霊の先は国としての、組んで似せる日本国っていうね国なんですね。それをやるということは、もうすでに過去
ものすごい何千年も前からですね、こうやって日本ってここにあるじゃないですか、こうやってね。で、このこっちの大陸からいろんな文化がね、こう入ってきてるんですよ。入ってきてるんですけども、なんでこの日本が奪えなかったかっていうと、この力によって、その入ってきた言語はですね、日本語によって乗り直されてですね、すべてここに住んでる人たちが結界を張ってるっていうことなんですね。結界。古事記にはですね、地引きの岩っていうものが出てきます。こっから先はお前ら来んなよって。読みの人たちはこっから先にこっち入れないよということで、地引きの岩っていうものを敷くんですけども、この地引きの岩っていうこの正体が実はこの日本語っていうことなんですよ。だからアメリカも結局僕らアメリカに負けたじゃないですか。負けてアメリカの文化は確かに入ってきた。でも日本は日本っていうまま保ってるんですね。だから先ほどのですね、見せた地図のようにこういう形として中国領になって半分がロシア領になってっていうことはですね、実際にはありえない。でも可能性としてはそういうふうに考えてるってことも事実ですから、ああそういうふうになっていくんじゃないかなっていう恐怖はね、もちろんある。でもあっても実際にはこの力によってですね、起こらない、起こしてはならないことでもある。だから僕らがここに住んでるじゃないですかね。こうやって外国からの文化が入ってきて、ここは俺たちの領だっていうふうに中国語で例えば話してくるじゃないですか。こっちもね、ここは俺たちの領なんだっつってね、ロシア語でこう話してくる人たちがいても、それは向こうの言いたいことは、あ、こういうことですねって日本語でですね、ここで対応していくとですね、まあこの県内は日本語で保たれるわけですよ。例えばね、家のことをハウスって英語で言うじゃないですか。ハウスっていうね、言葉がバーッと入ってきたとしても、ここの領域内でそれは家と言うんですよと。日本語で家。なんで家かっていうと、この家っていうのは先ほど言ったあいうえおという5つあいうえおのこの5つで僕ら基本構成されている日本語を使ってるじゃないですか。この5つの重なり、これを家と言います。ここから来て家となったんです。なぜなら僕らが住んでるこの家というのは、これが常に重なっている。これ心ですから。5つの心が住んでいる。だから家に住むっていう言語が成立したわけですね。そうやって心ではそのハウスっていう風な言葉が入ってきても、あ、それって心で、心の状態としては家のことを言ってるのねという認識になります。その認識がですね、この範囲内で広がっていれば日本っていうのは崩れないんですよ。むしろ今世界各国からいろいろ日本に対してですね、興味が湧いてね、いろいろ入ってくる人たちがいるんですよ、海外から。したらみんなですね、日本に住みたいって。 YouTube の動画でもですね、あのなんか日本食を食べたあの外国人の人たちがですね、もう日本に住みたいとかね、あのなんか日本はすごく、日本に来てから心が穏やかになったとかね、まあ、いろいろ言ってるんですけども、それは全てこの力、訓練にせる日本語の力、それによって守られてる結界によって外国の人たちはそう思う。ということは外国の人たちっていうのはこの日本に来た時にその文化を学ぶんですよ。学んでそれを持って帰るわけですから、むしろこの中国領とロシア領になるんではなくて、その逆なんですよ。日本の精神を世界中っていろいろ今後学んでってですね、世界中が日本化していくっていうことなんですね。なんで物質側からですね、そういう側から見ていくと、あ、日本は大変なことになるっていうふうなね、こういう不安ってあるんですけども、起こることはこの逆なんですよ。この日本の精神が世界を変えていくわけですから、心とは何かっていう言語が整っているのは日本語の50音しかないですね。だこれは日本人がその血として偉いとか、なんかそういう優秀性があるとかね、そういったことじゃなくて、唯一この日本語というものが優れているということなんですね。だから僕らはそういう、なんだろう、おごることなくですね、あ、日本に生まれて恵まれてんだなと、このね、日本語を使ってるっていうこと自体がすごい幸せな言語なんだなということをもっと自覚して、海外から入ってくる文化に対してですね、お前あっち行けって言うんじゃなくて、このお前あっち行けっていうのは同じく外国の文化ですから、自己主張っていうね。で、日本っていうのはその入ってきた主張をですね、受け入れて
訓読みと音読みに変換するがごとくにですね、吸収するっていうものなんですね。だから入ってきた主張に対してふざけんな俺の方が偉いだろうみたいな感じのね、主張と主張がぶつかり合ってちゃうんじゃあ、これは日本語の特性ではないわけです。だから入ってきた文化をそのまま受け入れてですね、あ、これはこういうところに使えるねっていうことで、消化吸収していくっていうことが日本語のね、先はうものね、よきかな国のありけること、先はう国として、花開いて咲いていくんですよと。だから僕らのやるべきことっていうのは、海外の文化をですね、出ていけとかね、お前らはあっち行ってろとかね、そういったいわゆる攻撃の体制になるんじゃなくて、いいよ来なよって、漢文の文化が日本に入ってきたようにいらっしゃいと、おもてなししますよっていう体制で受け入れて、それをですね、そのまま日本語に変換しちゃうっていうことをやるんですよ。だからまだまだその科学とかに対して皆さん嫌悪感とか抱いてると思うんですね。今いろいろな新しい方針によってですね、ふざけんなっていう風になってると思うんですけども、まあ、それもですね、この境地から見ていくと、それを消化吸収するために今日本にやってきているものであって、それをですね、いちいちね、嫌悪感を抱いたり、あ、こいつらは悪魔だっていうね、感じでこう喧嘩をするんじゃなくて、それをどうやったら自分の方にね、吸収できるかなっていう、この間セオリツヒメの話しましたけども、光の方に吸収して、それをどうやってやっていけば自分の中で心が静まるのかっていうね、そこをですね、見出していって日本語に乗り直していくっていうね、この作業が必要なんですよということで、本日はですね、まあ日本がね、中国領になっていく2055年の未来、これは果たしてあり得るのかっていうね、ことで、実際にはあり得ませんっていうね、お話をさせていただきました。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイ。